どうも、外地です。最近始まってます電動工具シリーズ。今日は雨降らないと思うけれども、これはね、工房の中でやります。さあ、今日は何かというと、原因はまずこちら。ちょっとグイってなっちゃうかな、これな。これ。ね、こうやった方がいい？これ。この前言ったインパクトドライ、ペンシル型インパクトドライバーね。商品名が、今もそっちに出てるかな。マキタ。TD022DSHX。ボディカラー青。というのをね、だいぶ前に買ったという話をしました。で、これ開けてみますと。まあね、まあ、こんな感じでこう入ってますわ。ね。それで、なんと、バッテリーが2個ついてるじゃないという話を。それ知ってて買ったんだけどね。こう純正バッテリー。これはピント合わねえか。こうか。まあ、純正バッテリーが2個ついてます。あれ？ 2 個あるじゃん。ってことで、そういえばこの間ね、廃光器の、まあ、コードレスドライバー。DB3DL2 というやつを買った動画をやりましたね。あれ？マキタにもあるじゃんってな話で、今回購入したのが、こちら。ねえ。マキタ。DF012DZB か。DF012DZB というのを購入しちゃいました。まあ、ね、ペン型。ね。ドライバードリルですか。そうしたら、この間の廃光器のね、DB3DL2 と比較ができるんじゃないか。で、まず開けてみましょう。おー！初マキタブラック。ね、最初マキタはね、青がいいと思ったんだけど、いいんじゃない？ブラック。ね。そうそう。これちょっと入れてみましょうかね。お、いい感じじゃない？スペックもちゃんと言わなきゃいけないんだよね。クラッチは21段階までついて、ね。で、ドリルモードもあると。ん？これがドリルモードか。こう、こんな感じで。こっちは暗くなっちゃう。で、ここでじゃあ、ズームにしてみようか。ビューン。来ないね。ビューン。これピント来ます？こんな感じでやってるね。これこれ。いいね。そうそうそう。何がいいかわかんない。さあ、これと、ね、これと、以前、紹介した、廃光器。ね、これ。ね、DB3DL2。これが、前言ったように、今はね、この、ちょっとこう、硬いね、これ、台替え用のはね。あれちょっとこの入りが硬いね。台替え用のこれね。これ取りづらいんだよな。お前の握力がないのかな。取れないじゃん。ああ、これは硬いな。ここか。やっぱりなんていうの。あ、取れた。で、この台替え用の2アンペアのものと純正のこれは 1.5 アンペアのもの。これもちょっとね、代わり、試してみたいと思います。そう、これ抜きづらいんで、純正を入れとくね。1.5 アンペアの方ね。ん？こうか。こういうとこ慣れてないとね、工具慣れてないってバレちゃうね。そう。この2つ。これで、下穴を開けて、今日は、コースレッド、28ミリと65ミリを、まあね、このドライバードリルで釘を打つというのはどういうことか、いいことかどうかわからないが、一応やってみよう。それで比較するので、前から持ってたこの日立のこれね、ドライバードリル、これ10アンペアですね。 DS10DFL ってやつね。今こうやってここに紙出しとくけどね。それと
これで下穴を開けていきます。下穴はこれね、これスター M の、これチタンコーティングの、チタンコーティングされたハイスチタンコーティング下穴切り、このね下穴切り3種類と、あとビットいろいろ買ったから、それの比較はまた次回ってことで、今回これ使います。これ使って、それで結局あんま読めないね俺ね。そうそう、前からあるね。で打っていくときに、まあ、まずはこれで打っていこう。その後ペン型インパクトドライバーと普通のねインパクトドライバーで打ち比べ、それをやってみましょう。さあ、うまくいくかな。生まれて初めてここで、こう生まれて初めてやるからね、これね、やってみようてな感じでいくよ。こっからはこう下でいいのかな、こうか、これで明るい。じゃあまずは廃光器ね、ドライバードリルペン型のね、これいってみましょう。これはね、ハイでいった方がいいね、ハイで。そうそう、で、あ、こんな感じね。で、ドリルモードにして、さあ、これを初めてですからね、下穴切りという、下穴開け用切りっていうのかな、これをやってみましょう。おう、おう、こんな感じだね。うん、これで映る。もうちょい手元をじゃあ寄ろうかね。ピュピュ、これで映ります。これでもうちょい上か、もう肝上、うん、これでいいね。じゃあまずは廃光器、それから行ってみましょう。ここでいいかな、どうかな。おう、普通に行くね。うん、これはノーマルのあれだね、あのバッテリーで。うん、次バッテリー変えてやってみよう。ノーマルの方は取れるね、パッとね。こっち代替品の、代替品じゃいけないのかな、 2.0 アンペア、違うかな、どうだろう。あんまりわかんないな、あんまり変わんないね、わかんないね、オールには。うん、まあこんな感じで、でこの廃光器のブロワーで拭く。なるほど、こんな感じ。次マキタね、マキタちゃんと覚えたからね。あ、マキタこれか。マキタのドライバードリル DF012DZB、 これいきましょうね。つけてハイの方にして1、ん、こっちがみんなハイなのかな。はい、おお、音が違うね。ほうほうほう、はい。でドリルモード、さあいってみよう。マキタ、うん、なんかスムースだな。音が違うか、そう思うだけかな。うん、うん、うん、なんかスムースに入っていく感じだね。うん、廃光器、うん、マキタの方が力あんのかな。ちょっとスペックはね、後でさっき貼ったかな、ね、あんまこう力入れちゃいけないのかな、こういうのよくわかんないな。ちょっと入れないと、うん、モーターの音のせいかね、なんかマキタの方がスムースにいくような気がします。気持ちね、
廃校地が悪いってわけじゃないんだけど、牧田がスムースにいける気がするんだ。で、これがみんな、3.6V なんで、次 10V のね、昔買った、これでやってみましょう。これとこれ違う。これもドリルモード。ね。これで。うん、どうやったこれ。こっか。おぉ。こんな感じね。で、これも、はい。どうでしょう。ん？あ、ごめんなさい。俺がやり方が下手だったの。おぉ。これみんな加工機あるのよね。これでいいのか。あ、浅かったのね。ごめんなさい。しっかり締めないとね。OK だね。どれどうだろう、10V。あ、やっぱ力が違うね。やっぱり速い。でも、なんかこの太さだったらもうこれで十分だね。だいぶ昔のだけどね。うん。さあ。やっぱり 10V はいいっすね。それはそれなりにね。で、こうやんじゃない。あ、危ねえ。こうやんの。あれ？これはこうやっていいのか。やり方今度覚えますね。さあ、これでじゃあビスを打ってみましょう。まず、28ミリ。まあ4ミリの28ミリの長さのコースレット。これを打ってみよう。それで、ビットは？あなんかいっぱいね。これは小さいやつ。まず、これだからね。ドライバードリルで打つから、ベッセルのこの短いのにしてみようか。ね。ベッセルのこの短いやつ。で、行ってみましょう。まず、廃校機。ちょっと待ってね。よし。これは、クラッチ、効くようにして、21あるんで、13でやってみましょうか。はい、行きます。はい。まず、廃校機。どうだろう。ああ、13でぴったりかな。んー、どうだろう、次13でよーし、下穴ありね。ああ、ああ、こんな感じで下になるんだね。もうちょい強くてもいいかな。今13だから17でやってみようかね。ああ、でもなんか28ミリだとぴったりだね。で、これがマックスの21でやると、21でやると、まあ同じだね。こんな感じなのかね。次。マキタ。マキタも21だから、クラッチが17。13か、さっきやった。13でやってみますか。どうだろう。おお、マキタンはパワーあんな。なんか下まで行っちゃうね。ってことは、今13だから9でやってみようか。クラッチ効くのかな。28じゃわかんないか。あ、効くね。9ぐらいで十分だね。なんか、マキタの方がスムースだな。じゃあ、サイコロ21でやったら、まあ、これはクラッチだから、速さは一緒か。おぉ。マキタの方がパワーあるね、感じとしてはね。まあ、これ28ミリだからね。じゃあ、この、10ミリじゃない、10ボルトか。この、150だっけ。このベッセルの、これでやってみようかね。これははまんのかな。これでやってみましょう。どうだろう。あ、これね、これが、そっか、これは全部で、あ、これも21だから9ぐらいでやってみようかな。どうだろう。あ、クラッチ効くね、ちゃんとね。うん。効く効く。28だったら、全然9で OK だね。ああ、いい、いい感じ。やっぱりね、余裕だね、10ボルトだと。まあ、俺はこれはね、あ、ごめん。
このネジを締める、この木ネジを入れるというよりはネジ締めに使おうと思ってたけど、これいいね。ほうほうほう。で、次。さあ、私できるでしょうか。65ミリの高スレッドに挑戦。65ミリ。まあ、下穴付きだからね。じゃあ、はい。で、廃校期、ね。ペン型ドリル。これでいってみましょう。どうだろう。あ、これ強さ21マックスでいってみるね。せっ。ああ、ここまでだね。全部最後までいかないね。で、こういう時はドリルモードでもいいのかな。ドリルモードでやってみるね。そうすると最後までいくかな。ちょっと待って、ね、どうでしょう。いきます。ああ、最後までいかないね。ドリルモード65ミリだと最後まで行きません。そんなもんかな。下手だね、まだ。じゃあ次、マキタ。どうだろう。まずは21でね。マキタ行くかな。どうかな。同じかな。さあやってみよう。はい。やっぱマキタ強い。最後まで行きました。どれ？いくよ。あ、いくね、最後までね。まあ、来たら最後までいきます。次、廃校期。10ボルトのやついきますよ。あ、ごめんなさい、これは俺が下手だった。やっぱ下手だな。もう一度。ゆっくりやってもいいのかな、これは。ああ、下手。ああ、ちゃんと行くね。余裕で。そりゃそうだろう。このね、カムアウトがね、嫌でね、嫌になっちゃったんだね、地域ね。それは俺の打ち方がいけないんだよね。ゆっくり行って。ああ、なるほどね。オッケー。こんな感じで、よいしょ、あ、こっちだ。汗をかきながら慣れないことをやってますが、まあ楽しいっちゃ楽しいね。さあ、そこで、あれだね、使いにくくはないんだけど、廃校期のペン型で、まあ2アンペアのやってんだけど、ちょっとやっぱパワー的にはこのマキタの方があるかなって感じだね。わかりました。次。さあ、じゃあね、この10ボルトのやつで、また下穴を開けていって、これどうやってんの？これでいいのかな？ん？こうか。これで、ん？ここを持てばいい。あ、これ取れるのか。で、下穴切りを入れて、また下穴を開けていって、今度はインパクトで穴開け挑戦。なんか俺の DIY 講座みたいになってきた。商品説明ですというよりは俺がどの程度打てるか。物がいいとね、このね、あれよ、スター M のね、下穴を切り、物がいいとやっぱり開けやすいね。もう日立もこれ全然 OK で、電動工具。さあやってみましたね。さあ、これで今度はインパクトドライバー使ってみましょう。使えるのかな、俺。これ工具投げとくといけないのかな。さあ、ほら、
よし、はい、ね、このマキタのインパクトペン型インパクトドライバーの方ね、これと出ました。はい、これがね、今そこに貼るね、バン、だいぶ前の日立の時の36ボルトマルチボルトが出始めた時、型番一緒なんだ、 WH36DA で、俺が持ってる日立の時のが、まあ、締め付けトルクが180ニュートン、新型が今200ニュートン、重さはバッテリー入れて同じだね、 1.6 キロ。で、このなんていうの、一番みんなが気にするこのトップの長さ、これが俺のが127ミリ、最新のが116ミリ、短いね。で、高さはね、これが137ミリ、今のがちょっと高くなってね、241ミリ、幅は一緒だね、29ミリ、ってな感じで、これやってみようかね。これね、あれ、こうか、うわ、怖、これはね、最高モードは多分できないよ、俺。だから、まあ、ロー。パワーは1、2、最速、テクストあるから、まず1からいろいろやってみようかね。ね、これで65ミリをやってみましょう。じゃ、今度は、このベッセルのちょっと長めのやつで、ね、ビットをつけてやってみようかな。こっちにはね。ふむふむ。さあ、どうだ。これは、インパクトだから、ハイもローもない。これはもうこれだけでね、調整できる。じゃあ、26ミリじゃねえや。65ミリいってみようか。じゃあ、まずは、マキタで。どうだろう。できるかな。せーの。いきますね。打てるね、打てる、全然余裕で打てます。もうゆっくりでいいのかな。いくね、うん、こんな感じなんで、全然木だったらね、まあ木のこの材質もこれ今回端材を買ってきちゃったからね、何の木だか分かんない。うん、ちょっと寄ってみますか。うわ、お、こっちか。お、行かねえな。これなかなか難しいね。聞かないときは行かなくなってたね。手で寄ります。ピューピュー、あれ、全然、あ、こうか、こう来て、こう来て、あ、このライトがなかった。これはもう、ごめんなさい。おお、来た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 。これね、これでやってみようね。ねえ、まあ来た。ペン型インパクト。全然大丈夫だな、このぐらいでね。よし。かなり早い時点から暖気が来るけど、うん、いいんじゃない？いい感じ。こう、タラタラやってったらなの。今下穴があるからね。なるほど。いっ、さあ、これが打てなくて嫌になっちゃった。36ボルト、あ、切れちゃうね、これがどうしてもね。ごめんなさい、手元のバッテリーが切れます。はい、じゃあこれまずね、パワー一番弱いのでやってみる。どうだ、これでやってみよう。楽勝っすね。あ、これでね、やんなくちゃったの。俺が早く回しすぎなんだ。こうやってやればいい。もう楽勝だね。次、ちょっと待って。この本案だとここが見えないね。こうか、こうか。一番、1。まあ、こっちだ。全然楽勝。はい、じゃあ2でいってみましょう。2は打てるかな。2、何も
あー怖えな。そんなバカみたいに逃げりゃいいってもんじゃないんだな。お、ちょっと明かりが消えたけど見える？ゆっくりね、最初ね。で、あ、2ぐらいだと調整できる。あー、ちょっと握っちゃうとダメなんだ、こういうのはね。おー、3は打てないかな。3でいってみましょうか。もうこれだいぶ来たのが3ね、こうすると新しいのに変えて3で打ってみます。どうでしょう。3、ゆっくり打ちやね、3でも打つんだよね。どれ、ちょっと早めに打ってみる。頑張って、もういけない、これだよ。あ、もうカムアウトしちゃう。俺が下手なんだな。あ、これでやんなっちゃったの、びっくりしちゃったんだ最初ね。そうそう、こうやってみんなね、ゆっくり打てばいいんだな。これで釘の頭ね、ダメにしよう。まだ大丈夫だな。どれ、まあ、3はやっぱり早いかな、俺。ちょ、ああ、もうこれもう飛び上がっちゃう。ビットも何もあったもんじゃねえな。ああ、やっぱり2ぐらいがいいな。最高期でもね、やっぱり2がいいですね。そう、マキタの方が繊細だっていうけど、マキタ使えんのかな、でかいやつ。さあ行ってみよう。2ね。これね。うん、早いのでもう一回やってみようかな。最後、どうだろう。もう2でもグッと一気に握ると構わるとか、うまいね、みんなね。ちなみに下穴なしでやってみるとどんな感じ。これで、あー、ダメだね。よう練習だね。あー強いよ、やっぱみんな職人さんとかすごいね。これでほらもう嫌になっちゃうんだね。頑張ります。そんな感じで感じでした。いやー、みんなうまいね。てな感じで、外地の電動工具にやられた動画、頑張りました。でも楽しいね、いっぱいあってね。本当が汗だくだくね。さあ、商品の紹介になったかどうかは分かりませんが、次回はビットを変えていろいろやって、俺のね、技術がいろいろ補われるでしょうかというのをやってみましょう。それでは外資でした。サブスクライブプリーズ。こんなんでも見てよ。はい、ね、プッシュ、ライク、イットボタン、なんとコメントもちょうだいね。はい、ガイチの部屋、ジーズルーム、ガイチ&バディーズ、おかげさまでもう少しで400名の方がクラブ会員になっております。そちらの方ではね、俺がやっていた、ジャパンアダルトビデオ業界のお話等をしておりますので、そちらの方はね、なかなか Facebook も厳しいんで、やたらな写真は載せられないけれども、やたらな写真は載せられないけれども、まあ、それなりにね、モザイクがっつりかけて載せておりますので、そこでもね、いろんなライブ配信やったりとか、まあ、質問に答えたりして、ゆくゆくはね、みんなで集まってパーティーとかやりたいと思ってますので、概要欄に書いておきますんでね、そこからぜひ、ね、Facebook に一回入って、じゃあそれのね、 Facebook 入り方用のYouTube のこれ、このチャンネルもちゃんと貼っときますんで、ぜひ皆さんご参加を。それでは、ガイチでした。また、シクヨロで。
面白いんだけどな。